チスターは、イギリス海軍の軽巡洋艦。タウン級軽巡洋艦の一隻艦名は、チェシャー州のチェスターにちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。当初は1914年に、ギリシャ海軍によって発注された2隻の軽巡洋艦のうちの1隻であり、ランブロスカトソニスと命名される予定であった。2隻の建造は継続されたが、 1915年にイギリス政府によって購入された。両艦の装備は当時のイギリス軍艦艇といくつかの面で異なっていた。手法はコベントリー兵器賞で新たに開発された5.5インチ砲が採用された。この砲はイギリス軍標準の6インチ砲より大幅に軽量化され、6インチ砲で使用された100ポンド砲弾に代わって85ポンド砲弾が使用された。また、 当時最新であった油圧機構が採用された。ユトランド沖海戦での損傷1914年10月7日にバーケンヘッドのキャメルレアード社で機港し、1915年12月8日に浸水、ユトランド沖海戦の3週間前の1916年5月に収益した。ユトランド沖海戦では第3巡洋戦隊の一部として戦い、 ドイツ艦隊と砲戦を繰り広げた。チスターは17発の1 5 0ト、mm、ル砲弾を受け、29名が死亡、49名が負傷した。関西砲の棒立てが、艦板まで達せず、後方が解放されていたため負傷者の多くは足を失った。チスターの戦死者の中には、ビクトリア十字勲章を受章した、ジョン・コーンウォールも含まれた。チスターは急戦まで、 第3系巡洋艦船隊に所属し、その後は予備役となった。ギリシャ海軍へ売却が提示されたが、売却案は断られたため、1921年11月9日にスクラップとして売却された。コーンウォールが担当した方は、ロンドンのインペリアルウォーミュージアムに展示されている。カナダのロッキー山脈にあるチェスターさんは、チェスターにちなんで命名された。ありがとうございます。